ランナーは、アメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名は亜熱帯の海その名を持つ艦としては2隻目。ツムブリブルーランナーランナーは1944年7月10日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年10月17日に、バス夫人によって命名、浸水し、 1945年2月6日に、艦長レイモンドイチバス中佐の指揮下収益する。成長及び大西洋岸での訓練後、ランナーは1945年4月5日に、コネチカット州ニューロンドンを出港し、フロリダ州キーウェスト及びパナマのバルボアでの追加訓練後、5月21日に真珠湾に到着した。6月23日、ランナーは最初の紹介で、 日本近海に向かった。ランナーの紹介海域は本州東岸で、その任務は日本本土防衛のため布設された嫌い腹を探知することであった。7月9日、ランナーは北緯39度10分統計141度58分、北緯39.167度統計141.967度。 39.16741.967の地点で2隻の護衛艦を従えた。中型タンカーを発見し、魚雷を6本発射したものの命中しなかった。翌7月10日には、北緯34度28分統計142度06分、北緯34.467度統計142.100度、34.46742.100 34. の岩手県。 ザキ沖で対戦争当中の第27号総海底に遭遇する。魚雷を6本発射し、うち日本が第27号総海底の右辺に命中して、第27号総海底はわずか1分半で沈没した。ステーションを離れる前に、ランナーはガビランとアスプロが救助した16名の航空要員を移乗させ、グアムに送り届けることとなった。7月24日。 ランナーは30日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。8月12日、ランナーは2回目の紹介で日本近海に向かった。しかし、ランナーが本州東部のステーションに到着した時、戦争は終了した。ランナーは、両艦と共に8月31日に東京湾へ入港し、幸福調印式に姉妹艦と共に海軍潜水艦の代表として参加した。 ランナーと両艦は9月3日に東京湾を出港。9月12日、ランナーは29日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。ランナーは真珠湾にしばし滞在した後、東海岸へ向かい、10月6日にニューロンドンに到着。数週間後に、第6潜水戦隊の他の艦艇とともに南方へ移動し、1946年2月14日に、 パナマのバルボアに到着した。その後3年にわたってランナーはパナマを拠点として、カリブ海での毎年の艦隊訓練に参加した。1949年6月にランナーはバージニア州ノーフォークに配属され、同地を拠点として7年を過ごす。1957年の秋にランナーは北、大西洋でのナト o の演習に参加し、フランス及びイギリスの港を訪問した。 1958年7月から1959年7月まで、プエルトリコのサンフアンを拠点とし、ランナーは、レギュラスミサイル搭載艦として、カリブ海での作戦活動に従事した。1959年7月に、ノーホークへ帰還し、その後3年間を艦隊と共に、大西洋岸での任務に就く。1962年1月から5月前半まで、地中海に展開し、 両艦とともに、NATO 軍部隊と共同で活動した。1962年の残りは、沿岸での対潜水艦船訓練を呼び、オーバーホールで費やされた。1963年から1964年に、かけてランナーは、西部大西洋での様々な対潜水艦船訓練に参加した。1964年の夏は、五代湖での海軍予備役兵の訓練を行った。 1965年の春に艦隊演習を行った後、ランナーはオーバーホールのため、ノーフォーク海軍造船所に入居した。1966年には、定期訓練及び対潜水艦船演習、早春に行われた演習、スプリングボードなどに参加した。7月8日から10月28日までは、第6艦隊と共に地中海に展開する。 翌1967年の大半は潜水学校生の訓練任務に費やされた。1968年はバージニア州リトルクリークでの水中破壊部隊の訓練任務、東海岸での対潜水艦船訓練に従事する。4月4日、ランナーは最後の地中海配備に向かった。スペインやポルトガルの港の訪問やナトー軍との演習、ダウンパトロールに参加し、 任務が完了して、ノーフォークに帰還したのは7月31日のことで、あった。1969年1月25日、ランナーは、ボストン海軍造船所で退役し、グレートレイクス海軍基地へ移光された。同地でギースマイナス476へ、監首変更される。その後1971年12月15日に、除籍されるまで予備役訓練官として、 訓練任務に従事した。ランナーは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。